こんにちは、E フラットの藤原優也です。今日は野菜と塩だけでペペロンチーノを作りました。ペペロンチーノの作り方はもう無限にあるので、今回は失敗しにくいことをテーマにレシピを考えました。乳化が促進するネギとソースをつないでくれるオクラの粘りで、パスタとソースがしっかり絡んだペペロンチーノが作れます。最後にパスタを仕上げるときに、油っぽいときは茹で汁を、水っぽいときはオリーブオイルを入れて再度弱火で加熱してあげると調整することができます。鍋の中でパスタを揚げたときにソースがゆっくり降りてくるぐらいがベストです。辛いのが苦手な方は唐辛子の種を入れずに作ると辛さを抑えることができます。今回は鍋の中でニンニクを潰してニンニクのムラを楽しむようにしています。香ばしい部分やホクホクした部分ができて、いろんなニンニクを楽しめると思います。もちろんスライスやみじん切りでも同じように作ることができます。このチャンネルでは野菜と塩だけの料理や卵と乳製品を使わない料理などを紹介しています。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。